八甲田の豊かな自然を生かしてストレスのない環境で牛を育てます青森市の牧場で牛の放牧が始まりました八甲田放牧地第二牧場に運ばれてきたのは市内2つの畜産農家が所有する16頭の母牛と15頭の子牛です 今、牛たちが一斉に放牧されました待ってましたと言わんばかりに勢いよく緑の大地に駆け上がっていきますおよそ167ヘクタールの牧場に放たれたのは日本短角種の八甲田牛八甲田の雄大な自然環境を生かし畜産農家の労働力を減らすことなどを目的に毎年この時期に放牧しています 牧草をよく食べ、よく走ることで足腰や内臓が鍛えられ脂肪の少ない筋肉質な体になるということです綺麗な水、そして綺麗な空気、そして豊富な牧草ということでストレスがない環境で牛が育つものだと思っております今後、箱田牛ブランドの向上に努めてまいりたいと考えております 今年度は市内3つの牧場で合わせて121頭が10月16日まで放牧される予定です。